茨城釣りフィッシングよー、鹿島市魚釣り園でいろんな釣りを楽しみますよ。茨城面白茨城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 面白研究所、右手が茨城、あ、茨城がどちら釣り、どうもおすぺに山中高俊です。同じくおすぺに手助けです。釣り初心者でーす。いいよー。さあ今日はですね、茨城県鹿島市の魚釣り園に来ております、はい。まあ、朝から、来て朝7時オープンなので、はいはいはい、この魚釣り園ね、はい、まあ、いろんな魚が釣れたり、まあ、季節によってもね、はい、あとは釣り方によってもいろんな魚が釣れるということで、はい、であのトイレなんかもあったり、はい、手を洗うところがあったり、はいはいはい、ちょっとした釣り具も売ってたりということで、はい、まあ、初心者からね、はい、ベテランまで、はい、結構大人気の釣り場でございます。行きます。レッツエンジョイフィッシング、いよー、ほほほほほ、こういう感じなんですね。はい、今ね夕方なんでだいぶあれですけど、人いる、恥ずかしいのね、恥ずかしいのね、いいいいよいいよいいよ、恥ずかしいんでしょ。レッツエンジョイフィッシング、あ、いっぱい魚が寄ってきてる。珍しい釣り。なあ、おお。見えないか。これでちょうどいい。これは今何釣りですか。なんですね。深瀬釣りでございます。深瀬釣り、シンプルにエビをつけて、はいはい、その今魚来ましたね、魚が、はいはい、浮きのとこいっぱい来ます、まあ、いっぱいいますね、いますね、はい、跳ねてますね。これはね、餌を、はい、入れよう、こりゃ、はい、これめっちゃ寄ってくるんで、あ、まあ、出てくるんで、あと僕のエビを食べてもらうということですね。なるほど、こう魚がいっぱい寄ってきて、僕の餌も一緒に食べてもらうと、はいはい、そうすると釣れるっていうことですよね。ほら、すごい気の回りね、すごいすごい。なんでもね、なんか知んないけどね、うん、さっきからあの僕の餌だけ食べてくれないんですよ。食ってるね、でもさ、そういうもんなのかな。俺もちょっとこの釣り方初めてなもんでね、ちょっとよくわかんないんですけど、でかい。そうにゃ。あ、なんだっけ。いる。うわ、でかー。ああ。よいしょ。これ何？ボラ？すげえ、でけえ。ボラだね。ボラだよね。ボラだ。おお。デルフィン。あ、お祭りだ。どっちだこれ。ああ。ちょっと待って。ちょっと待って、一回あげよう。カサゴ。だいぶちっちゃいけど。いやマフィア。すごいね。あのあれだ、さっきずっと大量にいたやつ。はいはいはい。いた。この大群たちだ。あ、大群たち。いや、いいね。よし。はい、デルフィン。おー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 お
いよいよ。違う。シマアジ。シマアジ。ありがとうございます。シマアジが釣れました。アジだじゃあ。アジ。でかっ。いいじゃん。やっと。でかい。サビキです。おい、シマアジ。シマアジ。初じゃない？初ですね。ほら。確かにアジだ。シマアジ。シマアジ。イオムフィッシュ。イオムフィッシュ。はいはいはい。はい、サビキ、サビキで。はいはいはい。ああ。もう今日はもう、お得意様だ。ほら、まず。ほらでーす。ほら、ヤマフィーシ。ヤマフィーシ。ヤマフィーシ。あ、もう忘れてた。というわけで、釣り終了でございます。はーい。今回の釣果は、こちら。というわけで今回6匹でございました。おー、いや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 、まあね、はい、ボラが多かったですけども、そうそうそう、とはいえ他にもいろんな魚釣れましたね。先生、シマアジ、シマアジ、ちょっとシマアジかね、はい、一番周りも興奮してましたよ。ああね、あれはもうちょっと持って帰ってもよかった気もするけど、ちょっとね、まあ、正直ね、もう本当に恥ずかしい話、はい、そんなに釣れると思ってなかったんで持ち帰り装備を全然持ってきてなかったんですよね。いっぱい釣れて、はい、よかったなと思ってますので、皆さんもぜひ来てくださいー。オスペンギンからのお知らせです。現在、水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひ、スクリーンショットしてください。してますか？してます？え、何その、してない人いたから今。あ、いた？いた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 。いた、しないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、加算、お願いします。お願いします。